イメラジオ第3287回、今日は令和3年10月7日木曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、曇りの木曜日です。今日は10時からオンライン授業がありますが、その前の時間を使ってのイメラジオです。3287回目、今回は新党国盛衆院選出馬、こんなタイトルでお話ししましょう。新党国盛衆院選出馬、このイメラジオでよくお話しているチャンネル桜の水島さんが、新党国盛っていうのを立ち上げになったのがもうかれこれ2年か3年前ですね。本間奈々さんというなんか女性が党首で、この新党国盛っていうこういうあの党が、まあどこまでの政治活動をやるのか分からなかったので、さくらの話はよくしても、この新党についてはイメラジオでほとんど触れませんでしたね。けれど今回この新党国盛が和歌山と千葉で候補者出す衆議院選挙今度ありますね。ということで取り上げましょう。和歌山ではさっきお話した党首の本間奈々さんが立候補されるようです。そして千葉ではあずさまりさんっていう、そういうやっぱり女性がお出になるようです。でこのお二人を水島さんが強力にバックアップすると、でという、そういうことですね。和歌山は二階俊博さん、千葉は林元夫さんっていう、まあ中国別担子の自民党の先生が地盤にしてらっしゃるところで、でそういうところに候補者立てて、ほいでその中国別担子のその政治家たちに、しかも自民党ね、自民党の政治家たちにカウンターパンチ食らわそうという、そういうあの試み。二階さんはずっと安倍内閣菅内閣で幹事長でも、さすがにこんなんじゃまずいということで、その幹事長から引きずり下ろされて、それでもうお年もお年ですから引退するんかなと思いきや、今度の衆議院選挙に私二階が出馬するのは当然のことなんて、あの報道が数日前ありましたね。あのじいさんまだやるんかいと思った人も多かったでしょう。でこれからも中国べったんこやり続けるんかと。しかも和歌山県民はこぞって二階さんに投票する。もう二階さんの背景に中国がいるとかなんとか、そういう話題でなく、もううちの郷里から、ね、自民党の幹事長までなった、そんな偉い先生がいるんだったら応援しないとという、まあ、こういう雰囲気でしょう。まあその外国勢力に対してあまりにも卑屈な、これは安倍内閣の後期からそうだったんですが、要するに二階さんが幹事長になった頃から菅内閣では顕著でしたね。それに対して自民党の中からもこれはおかしいんじゃないかと。で世界各国が中国に対する非難決議をやるときに、その非難決議を自民党の中でさせないようにしたのが二階林このラインでしたね。ですからあの今回国盛がこの二階林を潰そうということで、あの2つの
選挙区に候補者立てたのは、それは間違っていないでしょう。方針自体はね。ただし選挙は一般人が投票するもので、一般人に国盛りの主張が届いているわけもなく、つまり何の地盤も何もない女性がふっと降りていって、そしてそれぞれの選挙区でその自民党の衆議院議員のこれまでのその中国にねべったりぶりをですね、まあ訴えるとして、地元で広範な支持が得られるとはとても思えない。水島さんはよく勝てるからやる、勝てそうにないからやらないとか、そんなんじゃなくて、勝てる勝てないではなく、やんなきゃいけないからやるんだっていう、そういうことをおっしゃっていて、おそらく今回ももちろんこれで勝とうと思っておやりになっているわけではなく、おそらくボロ負けするだろうけど、こういうことを始めることが重要なんだという、そのノリでお始めになり、出馬したお二方もそのおつもりでしょう。まあ私はあのリバタリアンなので、ね、相手の方が、まあ、中国べったんこが好きですと、ね、中国べったんこがいいんですっていう人に、いやそれは違うよなんて、あのいちいち説得に行ったりはせずに、あそうですか、じゃあそれはご自由にどうぞというふうに言って、そのまま通り過ぎるというのがリバタリアン的なたしなみなので、まああのうん、わざわざその土地に行って立候補するというのは、まあ、すごいなと。どうせボロ負けするノリと、ね、ただしあの、まあ、それは私がリバタリアンだからそう思うだけで、本当の保守ならこういうことはしないといけないなとは思いますよ。本当に日本の、国益を守る、そして日本の国体を守る、日本の伝統を守る、そういうあの保守ならば、日本の土地が中国にどんどん買われるとか、あるいは日本の会社が中国にどんどん買われると、逆はできないんですよ。中国の土地も中国の会社も日本が買うことはできない。普通こういうことは外交ではしないんですけどね。こっちはできないのに向こうはできるっていう、外交というのはあの同じ条件で双方設定するというのがあの常なんですけど、中国は非常にあのまあ特殊な国なので、例えば日米とか日欧、日本とヨーロッパだったらお互いに相手の土地を買うとか相手の会社を買うとか、それはもう頻繁に行われてますね。会社だったら買収の話はよく聞こえてきますよ。けど中国の会社を買収する、聞いたことがないですよね。それはできないようになってるんですよ。で向こうは日本の会社や土地を買収できる、これはどういうことか。そしてまあ尖閣諸島には中国の船がもうずっと来ている、このことをもう日本人は知らないふりしてるのか、それとも本当に知らないのか、話題になりませんね。だから敵対行為をやられている国なんですよ、中国というのは。その敵対行為をやられている国に対して、例えば元首相の安倍さんなんかは、もう両国には何の問題もないから中国の方はどんどん日本に来てください、こんなこと言ってましたね。でその路線は菅内閣でも受け継がれていた。そしてその背後に二階俊博いた。まあ二階さんが中国のエージェントだというふうに言ったとして反論する人はいないでしょう。あその通りだなと。それでも二階さんに入れる人はいいじゃんかそれでという、そういうあのお方々なんだろう。何度も言いますが、私はあのリバタリアンですから、ふんそうですか、じゃあお好きにどうぞってなんですけど、まあ、そこにそんなんでええんかという女性二人がですね、それぞれ和歌山そして千葉で、千葉の林元夫さんって人は、まあ、二階さんの子分みたいな人のようです。私はよく知りませんが、まああの
中国への非難決議を自民党の中で止めた。日本は非難決議ができなかった。それに大きな役割を果たしたのがこの林さんだという話は聞こえてきますね。まあ、そこに女性方が行ってそれなりの訴えをして、でそれぞれの地元の人がどれほどそれに耳を傾けるかはわからないけれど、その一歩は保守という立場から見れば大事なんだろうなと。ですからまあいつものことながらこの行動ですよね。口舌の途じゃなくて、口先ばっかりでペラペラしゃべるんじゃなくて、きっちり行動を起こしますっていう、まあ、水島さんの姿勢には毎度のことながら頭が下がりますね。まあこのお二人の女性方はどれほどの得票をするのか、新党国盛がどういう選挙活動を見せるのかはこれからなんですけど、まあ今までこういう選挙に出るというのは水島さんたち一回はやったんですよね。東京都知事選挙で。けれどこれがまた玉上事件という、まあ、非常に後味の悪いそういう結果に終わり、だからあれが2014年ぐらいでしたから、そこから立ち直ってもう一回選挙を出直そうにも7年ぐらいまた時間がかかったわけですね。だから玉上事件の意味は大きいんですよ、日本の保守にとって。ね、他の保守の方々はどう思ってるかは知らないけど、本当そうなんですよ。で今回この選挙と、まあ、私は和歌山にも千葉にも関係はないのですが、要するにそこの選挙民じゃないので投票はできないけれど、その国盛がどれほどの選挙活動をしてどれほどの得票をするのかなと、そしてお二人の女性がどういう訴えをなさって、そして水島さんがどういうバックアップされるんかなというのは注目してはいますね。イメラジオ第87回、うん、今回は新党国盛衆院選出馬へ、こんなタイトルでお話ししました。朝の放送はここまでです。ありがとうございました。